ウエスタンパシフィック航空はかつてアメリカ合衆国のコロラド州コロラドスプリングスを本拠地としていた格安航空会社である。利用者からはウエストパックとして親しまれた。1994年9月にコマーシャルエアとして設立された。コロラド州の州都であるデンバー市ではそれまで使用してきたステープルトン国際空港を代替するため1989年に デンバー国際空港を開港していたが、デンバー市内からデンバー国際空港までの距離は、ステープルトン国際空港の場合ほどもあった上、着陸量も高額だった。同社は、都市部から遠い上に、コストがかかる空港を避けるため、コロラドスプリングス空港をハブ空港として選択した。この空港は、デンバーの南に位置し、もともと米軍しか使用していなかった空港で、 民間にも解放された1992年当時では、コロラド州で最も長い滑走路を有する空港であった上、大手航空会社の乗り入れもなかった。その後、社名をウエスタンパシフィック航空に変更し、1995年4月28日に運航を開始した。当初は主にミシシッピ側の西側の都市を結ぶ路線を運航していた。その後、 機材の増強とともにネットワークを拡大、さらに、電波を拠点としていたコミューター航空会社である、マウンテンウェアエクスプレスを買収、1997年には、ワシントン DC にまで路線網が拡大された。フューチャーロゴ JT 機動車の航空機最大の特徴であり、同社の知名度を高めることにも貢献した施策は、ロゴジェットと称して、機体を 広告媒体として活用したことである。いくつかの機材では広告ではなく、独自の塗装のものもあったが、広告塗装の種類は14種類もあった。主な広告主は、テーマパークやカジノ、また地元コロラド州の観光協会や大学などが挙げられた。また、自社の割引運賃のプロモーションにも活用されていた。他、まだ広告のついていない機体にも、フューチャーロゴ JT や、 ビートザシステムといった同社のスローガンのような文言が描かれたこともあった。この広告塗装は垂直尾翼までもフルに活用したもので、カジノのショーガールや観光鉄道の蒸気機関車などが描かれ、同社の航空機であることを示すのは機体前方のロゴマークだけであった。これらの広告塗装機はアメリカ国内ならず日本やヨーロッパの航空雑誌でも紹介され、航空ファンにも 話題を提供した。コロラドスプリングス空港は、同社がハブ空港として使用するための要求を満たすために拡張されたが、設立から2年を経過した1997年の時点で、同社は十分な業績を上げてはいなかった。また、デンバーを拠点とするフロンティア航空が成功しており、同社の経営を圧迫した。このため、同社は1997年に、 コロラドスプリングズからデンバー国際空港にハブを移すことを決定した。ハブ空港の移転が済むと、同社はフロンティア航空との合併交渉に入ったが、合併は成立せず、1997年10月6日には、連邦倒産法第11章が適用され、同社は再生のために出資者を募った。しかし、出資者が集まることはなく、1998年2月4日に、 連邦倒産法第7章が適用され、同社はすべての航空機の運航を停止、生産された。ボーイング737から300が主力機として使用されたが、必要に応じてボーイング727をリースして使用することもあった。ありがとうございます。